はい、皆さんこんにちは、イヤです。イエーイ。はい、ということで今日の企画はって言いたいところなんですけど、今日は企画というより私の一つの夢であることに挑戦してきました。来ましたっていう過去形なんですけど、今日はその何のことって思うかもしれないんですけど、まあ今から発表します。この度上野堀岩はドゥ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 免許合宿に行きます。私ずっと車の免許が欲しくて、去年の11月ぐらいに教習所の方にね行って、自分の誕生日までには仮免を取るっていう予定ではいたんですけども、日にち的に要は東京と大阪を行き来してるので、それではちょっと無理だねみたいな感じで言われて、一回諦めたんですね、免許取るの。けどこうマネージャーさんとどうしても取りたいんですっていうやり取りを何度かして、この7月にようやく合宿の方に行きました。ここに帰ってきてるってことは、一応卒業はできたんですけど、卒業できるまでにもすごいいろんな物語が、あるので、要は日記風に撮ってきたので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは VTR どうぞ。はい、そしたら今から行ってきます。念願の合宿免許当日を迎えてしまったんですけど、どうしよう、謎の緊張に追われてて、どうしようみたいな、もう目の前まで来たんですけど、ちょっと緊張して帰りたいなみたいな、もう頑張って行っていきたいと思います。ママがここまで来てくれたんですけど、一緒にユアがもうこんな感じなんで来てくれたんですけど、果たしてユアは14日間で取れるのか免許っていうファンもあり、しかも知らん人ばっかりから、いや無理やから、普通に人見知りももう発達するし、陰キャも発達するから、ほんまにどうしようみたいな、しかもわからんことあったら人に聞けるかなみたいな心配もあるから、どうしようって感じなんですけど、まあ14日間でちゃんと取れるように勉強したいと思います。じゃあ行ってきます。あかん、心臓痛い、待って、無理、どうしよう、行ってきます。はい、ということですね、1日目が終わって、今泊まるホテルちゃおう、何だっけ、家、いいでしょ、14日間お世話になる場所に着いて帰ってきたんですけど、聞いて、ほんまに、いや結構基本勉強とか学校とか合宿中もそうなんだけど、あんまメイクしないんで、ちょっとすっぴんが多いかもしれないんですけど、ご了承ください。で、着いてそこを検査とかして、こう目悪くないかとかの検査した後に、まあ、授業があって、その後に車の機械みたいなやつに乗って車の運転の練習をするっていうやつをして、3時間目車に乗ったんですけどみたいな、もう早速車に乗って1日目からちゃんと練習もしてね、乗ったんですけど、思った以上にこんなに難しいんやみたいな、乗る前からもう緊張もして、乗ってからもうこんなにむずいんや、もうなんかカーブとかもしてんけど、へーみたいな、パパとかママのこの運転してる人の凄さがめっちゃもう感じて、この1日目からしてすごいなみたいな、むずいなみたいな、それと一緒同時で、なんかこれ14日間でほんまに卒業できるのかなっていうこの心配が高まった1日になりました。運転中やばいやばいって言いながら運転したんですけど、その隣にね乗ってくれてる人がこうやでこうやでって教えてくれて、ちょっと怖かったんですけど、まあ最後にはね褒めてくれて、またね明日から頑張ろうっていう風に言ってもらったので、明日も頑張りたいと思います。でこの泊まる部屋がめっちゃ豪華なんですよね。ちょっと今日はね帰ってきた、ちょっと一日に疲れて帰ってきたので、ゆっくりしてオンライン授業して今日は寝たいと思います。まあ明日はねどんな結果になるのか、明日もこの車乗る授業が2個あるので、また終わったらね皆さんに報告したいと思います。みんなこの14日間のね Vlog か分かんないですけども、ぜひ付き合って最後まで見てくれたら嬉しいです。じゃあ2日目に行ってみよう。ただいまです。はい、ということで2日目の上野堀岩です。イエーイ。今日の練習内容は車を運転してきたんですけども、まあ今日は授業が2個ありまして、今日はバックと駐車
と S 字みたいな、なんかあの細い道のくねくねした道をやるんですけど、でもあれが本当に難しくて、私まだ2日目だよねみたいな。でなんかあのくねくね道の曲がるやつのやつが後ろのタイヤがもう溝にはまってしまって、もうどうしましょうみたいな感じだったんですけど、最後の方には見事それもクリアして、今日はね帰ってきたんですけど、疲れましたね。運転するだけでこんなにも体力使うんですかみたいなことを初めても知って、運転してる人はすごいなって思いました。で運転の授業はね、その合宿の場所に行ってやるんですけど、オンライン授業の学科っていう車の勉強のやつがあって、それはオンライン授業なんですね。だからここでその1個が50分あるんですけど、それを明日までに9個終わらせなあかんわけで、今やっと3つ終わらせたんですけど、あと6個あるわけ明日までに。もう What's っていうわけなんですよ。大変なんですよ、めちゃくちゃ。なのでもう体力もズドンズドンってなってるわけなんですよ。もう頭もおかしくなりそう。ほんまにこれからオンライン授業をしてお風呂に入って、明日ね朝が早いんですよ。だからもう寝たいと思います。じゃあ3日目はい、ということでですね、今日は4日目です。今日の内容を言いますと、テストに朝から行ってきて、その後2コマ車の授業をしてきたんですけど、テストは一旦置いといて、車は車線変更とかをねやって、 S 字とかね難しいところもまた復習っていう感じでやったんですけど、テストこれ今日が初めてテストっていうものを受けたんですけど、見事にドゥク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 落ちました。90点取らないといけないのに、私は80点で見事に90点達成できなかったってわけなんですけど、これが本番のテストじゃなかったのでギリセーフなんですね。でも今日90点取れてたら明日のテストは受けなくていいのに、要は90も取れへんかったから、明日またテストを朝から受けに行かないといけない。で明日で90取れなかった場合、多分私は仮免許のテスト、本ちゃんのねテスト多分落ちます。なのでもう YouTube 撮ってる場合とかじゃなくて、もう徹夜で勉強しなければならないっていうぐらいやばいんですね。この合宿自体も3日間延長になる確率が高いんです今。あとね、終わってから私ちょっとね今日化粧して、化粧中化粧っていうか、まあいつもよりかは化粧してるんですけど、やっぱ私この期間中2週間一応休みはもらってるんですけど、やっぱインスタ更新、 TikTok 更新、 Twitter 更新、やっぱね毎日更新はしたい、みんなに心配かけたくない世の中で決めてたので、今日はちょっとねインスタと TikTok の投稿するものがなくなってきたので、今日は化粧してため撮りをしました。だから化粧してます。でも本当にこんなんしてる場合じゃないんですよ、やばい。ちょっとはい、ってことでですね、今からね徹夜で勉強したいと思います。じゃあまた明日、バーイ。はい、ということでですね、今日は5日目です。現在の時間が今もう11時前なんですけど、今まで勉強してました。ちゃんとねほらちゃんと勉強してました。で今日昨日テストが落ちたって言ったじゃないですか。で落ちた人は今日ももう一回受けなあかんかったな、まあ、2回目もね受けてきたんですよ。さすがにね今日はドゥ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 ン落ちましたっていうわけで、結構やばい状況にいるんですよ私。昨日よりかは点数上がっててやったーと思うやん。でもやっぱ90達してないからアウトなんですね。でそっから、車の授業を2時間して、あれなんだっけ、踏切の練習とくねくね道とか寄せて停車するやつとかやったんですけど、勉強よりは楽しいし、勉強よりはまだちょっと自信があるんですね、運転の方が。でそれが終わった後にもう一回ね勉強しないと、今のこのままじゃ落ちちゃうので、もう一回勉強して、やっぱ事務所のマネージャーさんにもこの2週間どうしても休みをくださいって言って休みをもらったから、どうしてもこの2週間で取らなければならない。だからちょっと気合を入れて頑張りたいと思います。じゃあちょっと今からもう一回勉強します。これとかねちゃんとして勉強しますよ、難しいけど。じゃあまた明日ね、みんなバイバイ。はい、ということでですね、ちょっとね YouTube をね回すのがちょっとね忙しすぎて回せなかったんですけど、明日がねいよいよ卒業検定ということで、無事に仮免合格しちゃったよみたいな
めっちゃ嬉しいよみたいな、それのお話をちょっとしたいと思うんですけど、私練習のテストでも90取られへんかったし、2回目の練習テストでも90取られへんくて、地味にちょっと落ち込んでたんですよ。ちょっと悲しいなみたいな思ってて、でも本当に落ちるどうしようって思ってたんですけど、その時にやっぱみんなの歌詞動画とかコメントとか見たら、自然になんか元気出てきて、なんか頑張ろうと思って、本番ね一発で合格しました。車の運転と書くやつのテストがあったんですけど、どっちも合格して、仮面のねやつをもらって、明日がいよいよ卒業っていうことで、卒業のテストがあるんですけど、まあそれに受からなかったら、まあ、もう一泊あるんですけど、まあ一応ここまで来たよということで、皆さんにご報告したいと思います。なんかね、いや免許に行くってことをそもそもみんなにも伝えてなかったし、この期間中も全然インスタでも他の SNS でも合宿に来てるってことも言ってないし、免許を取るってことも、もうひたすら隠してたんですよ。そう、みんなにこうやってなんかちゃんと発表したいっていうか、バーンと出したかったから、今合宿にいるよとかも何も出さなかったんですけど、のほりはね、免許取っちゃうよってことで、ちょっとビッグニュースじゃない？世の中ではちょっとビッグニュースなんですけど、もうあとはね、もうこれで明日卒業できたら、本番の試験を受けて合格できたら、もうそこら辺の道路を走っちゃってるよってことで、激アツニュースなんじゃないかなって思います。そうですね、ちょっとね、免許をね、舐めてたっていうのも正直あって、こんなに難しいんや、みたいな。本当にいつもママとかね、送り迎えとかしてくれてるんですけど、こんなに難しいんやなって思ったし、もう改めてありがとうと思います。なんか、最近道路で車走ってたら、やっぱめっちゃ見ちゃう。あ、これは、はい、アイズとか、めっちゃ考えながら見るようになって。そうですね、明日ちょっとね、卒検があるので、それも頑張って運転したいと思います。じゃあ、ってことでね、明日も上の振り頑張りたいと思います。バイバーイ。はい、ということで皆さんどうでしたか？はい、私が帰ってきてるということは、卒検も無事合格しました。本当にドキドキしまして、これで落ちたらまた延泊って言われたんで、ドキドキしながら卒検、卒業検定をね、車の道路走りながらやったんですけど、本当に緊張しました。しかもなんか最後だけなんかお偉いさんが、その教習所の中でもお偉いさんが家の隣に乗って、もうドキドキするわけですよ。けど、はい、無事合格ですって言われて、もう帰ってきてほやほやなんですけども、一応ね、仮免許はゲットしたよっていう、おめでとうよ、ほんまによう頑張った、マジで。そうだから、みんなほんまはないよね、毎日 YouTube を回そうと思ったんですけども、オンライン授業もいっぱいあって、で勉強もして、車の運転のこともしてたから、なかなか YouTube を回せれなくて、最初の7日間ぐらいしか回せれなかったんですけども、嬉しいですね、すごく。本当にずっと回せなかったのは申し訳ないです。で、強いて言うならば、もう一回合宿に戻りたいよねみたいな。本当にもちろん大変なこともいっぱいあったんですけど、今までにない経験ができて、すごい毎日充実してたし、いやなんかこんなにも勉強したことあったかなみたいな、今までなんか本気でちゃんと勉強した気がする、久々に。私なんかね、お友達もできたので青春したり、先生とも仲良くなっていろんなこと喋ったり、普段私ね人見知りなんですけどいっぱい喋ってくれる人がおったので、すごい楽しい毎日でした。だから今でもなんか余韻に浸ってます。はい、もう一回合宿に行きたいっていう気持ちもあるけど、無事ね仮免がゲットできて一安心です。次はね、本番のテストなんですけど、本番のテストを合格しないと免許がもらえないということで、まだ終わりじゃないよっていう、もうまだちゃんと勉強しろよっていう感じです。ということでね、この2週間の記録でした。これからも勉強して本番受かるように頑張ります。はい、ということでですね、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。以上、上野のリオでした。バイバーイ。